皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、2月の7日、19時10分。ちょっと昔の試合とかで、まあ、サッカーなんですけど、先ほど YouTube で、まあ、岡田監督の頃の、試合で、岡田監督がね、ベンチで、本当はみんなでせなあかんとか、こう、手叩きながら言ってるんですけども、まあ、まだ三浦和義さんが日本代表で、試合をしていて、奈良美選手、元選手や、中田元選手が、まあ、試合に出た頃なんですけども、そのみんなが入ってね、これ、フェイクニュースまで込みになってません。みんなのところの範囲っていうのを、だから意図がわからない。そのみんなでしなきゃなんないっていう、その意図。で、その意図は、そのみんな、広範囲で物事を見れてる人間しか、それを言うことによってどうなるかのところまで分かってる人たちで判断されてらっしゃいますかっていうことなんですよ。で、今回のアジアカップのシリアの試合を見てたんですけども、最終的に同点で PK で、まあ相手キーパーに止められてるんですけども、シリアの選手のその時のシュートって、意図的にやっぱり外してません。外すっていうのは、キーパーの、すぐ横ぐらいで緩く蹴ってる。誰でも、例えば野球部とかの内野手とかしてた人とかだったら、こういう方向から見たら、すぐ分かります。八百長とか何かあるんかなって。あんな誰でも取れるやんって。あんな蹴り方したらって。めちゃくちゃ遅いボールです。で、その、岡田監督がね、みんなでせなあかんって言ってた時の、その動画、まあ、その、三浦知良さんの蹴り方とかをよく見たら、もう意図的に、ゴールの枠の外に蹴ってます。なぜ、何がそういう風な話になってそうなったのかがよくわからないんですよ。で、これね、もう最近では全く見なくなったんですけども、ニュースのその流れてる映像とかで、その一般人らしき人たちが出ていて、そこで言ってる言葉、まあ、海外にどうやら行ったことある方たちみたいで、海外のニュースをあんなこと放送してるとは思わんかったって。何回もそれ見たことあるんですよ。で、内容は言ってくれてないから、結局わからないんですけども、だから、日本で扱ってるニュースと海外で扱ってるニュースが違うかったりとか、そのフェイクニュースの類が。例えば、ウクライナとロシアの戦争なんかはだいぶ前でしょうし、それプラスで多分映像加工とか入ってるでしょう。いろんな動画かなりつなぎ合わせてるんですよ。で、一番わかりやすいのは、その、建物が、その、本当に戦争で、その、建物が、瓦礫の山になってるところとかで、車の車種がね、ものすごく古いものとか、もうそれは明らかに、ああ、昔のものだなっていうのはわかるんですけども、その次に、ある程度前の年代の動画とか、もう複数いっぱいいろんな年代の動画をつなぎ合わせて作ったりしてるから、非常にややこしい。で、だからシリアのその、カダフィ大佐っていう人の件、ものすごい前でしょ。今の時代の人たちが背負わなきゃならないのかな、何なのかなって考えて話全然変わってくるじゃないですか。本当に入場料とか取っていい話になるんですか？去年ね、ヴィッセル神戸の最後の試合、ウィングスタジアム神戸旧名称、行ったんですよ。まあ、旧名称でいいと思うんですけども、まあ、結局、入れなくて、で、他の人は、
誰それの知り合いですみたいな形で入れていってたんですよ。これ会社間でどんな話してます？みんなの税金作ったスタジアムですよ。あの住民税とか上がりますよ、本当に。変な考え方だいぶ混ざってません、本当に。なんかもう僕も最近ここ3日間ほどで、この世の中全体の無茶苦茶さ加減で、誰もそれをどうにかしようとしないで、そのどうにかしようとしない人たちに限って高所得者、はっきり言って年収500万円以上の人は高所得者なんですよ。でそういう人はあんまりいない、本当に本当に。これは本当の話。非正規雇用の人たちの方が圧倒的に多いから、退職金ない人たちの方が多い、多い。歩合出来高2級の人で退職金もらった話なんか僕聞いたことないです。自分ももらったことないし、そもそも人材派遣会社の人も退職金もらえるっていう話になったのは安倍政権の頃から見たいです。テレビ、ただもうそれテレビのニュースは分からない、本当のところ。本当に裁判したら、本当は一般的なその非正規の労働者の人たちも、まあ日割りみたいな形で、まあそれは期間が短かったら大した金額にならないと思いますけども、退職金出してあげなきゃならないのかもしれない、本当の裁判を。こんな無茶苦茶な世界手に負えない、本当に。だって正しいことを放送したら、倒産するからとか、そんな考え方が多分混ざってるんだと思う。じゃあ誰が得をするかって言ったら、まあ、政府の税金に食らいついてる、いってる人たち。そのヴィッセル神戸の試合に関しては、席があれば僕はお金を払って入るつもりだったんですけども。だから受付とかを見たら、誰か知り合いの人がいるんであればとか、なんかそんなこと言ってるんですよ。ダメですよ。当たり前じゃない。みんなの税金で作ったんだから。なんでこんな無茶苦茶なことになってるんですよ、世の中。なんか試合を全力で試合しなくなったんでしょう。八百長ありで。それは違法行為だらけになりますよ、こんな世の中だったら。本当に NA の残存問題の解決とかで本気で国がいつまでたっても動いてくれないっていうところ、太陽光パネルとか風力発電のことじゃないですよ。全然足らないですから、あのものじゃ。まあ、正直、だから僕はずっとこう3日間で思ってたのは、もうみんな投げやりになるんだったら、もう俺もえっか、みたいな形です、本当に正直。なんで俺だけこんなに頑張らなあかんのやろって。いい加減な適当な生き方してる人たちで稼いで、正しいことの基準なんか義務教育でみんな習ってる。今更知りませんじゃ通用しない。で、正直そのヴィッセル神戸の試合見に行った時にね、で、いた受付の人間とか女性とかで敬語なし、僕に、僕のことを明らかに喋ってるなっていうのは分かるんです。直接僕と話してるんじゃなくて、
で、向こうが僕を見下ろしてる。モチベーション。ワールドカップ。これで。なんかね。ワールドベースボールクラシックのとかの方は、その本気の試合のはずですよ。テレビのニュースを見ていても、政治とか法律でもそうだけども、最終的な行政の判断とかも、全部、やっぱり不信感が増す。ものすごい被害者の人たち、そんなルール植え付けられたらそんなもん無理じゃないって。本当は分かっていてとぼけるんでしょって。もう何もかもについて、今モチベーションほぼゼロ。もう結婚問題とかそういうのももう何でももう。どうせもうみんな自分は生きたいように生きとっただけなんやろって。もういやん、こんな世の中って。もともと言ってる話の整合性、エネルギーの残存量問題、僕は若い頃で、二十歳ぐらいの頃に石油の採掘、技術的採掘から埋蔵69年分、で、2011年ぐらいで59年分、で、2022年で54年分。で、車の生産台数は年々増えてる。2年間で年間の生産台数が世界的に見ると500万台以上増えてる。1000万台近く。世界中でマイカーブーム。ずっと。無理や。消費がずっと拡大する。だから結婚できて子孫のいる人たちが最後食料の奪い合い。最後っていうか、もう多分、ここ近年生まれた人たちなんかもう、今のこの状態だったら、だって、COP28 とかで、2019年の対比で、2035年には化石燃料の消費を 60% 削減しましょうって言ってるけど、化石燃料ってそもそも石油のことですよ。石油と石炭と、ウラン鉱だとか、原発のもと。本当はガスもそうでしょ。60% も削減なんか、こんなことしてできるわけないじゃないですか。消費拡大していく一方なのに。増えていきますよ、消費が。どうしたらいいか。僕は解決方法を提案してる。けど誰も協力してくれない。もう絶対こんなもんどう、もう一回になる。なって普通。みんな、例えばテレビ出てる報道の人たちなんかフェイクニュース読みながら罪悪感なんか感じてないし、顔がすぐにボロボロになるんだったらわかるけども、あ、ちゃんと法律聞いてるなって。働いていれば何してもいいっていうルールを政府はずっと残してしまってるんでしょ？何のためにスーパーコンピューター作ったんですって。自分たちがその方が金儲けできるからですよ。仕事という形でね。何回も言いますよ。年収500万以上の人は高額所得者。で、その人たちは現状のままでいいと思う。稼げてるから。じゃあ、実質的に社会的地位のある程度の者たちが全員どうでもいいっていう状態だったら、まあ、僕はいくら何言ったって、表立っての言葉だけ。にしか見えない。テレビのニュース見ていても。本気さはどこの国からも感じられない。車の生産台数をもっと制限かけるニュースなんか見たことない。もう増えっぱなし。トヨタなんか去年もう1100万超えてしまった、販売台数。1100万台以上。この間の記者会見は、
表立っては言ってないけども、車作りすぎてるから不正行為だっていうことで叱られてるだけ。それを違うような形でテレビ放送して謝罪してるだけで、あんなことしても何の効果もない。僕からしたら、まだまだ車作って金稼ぎしたるよって言ってるようにしか見えない。だって車のラリーレースとかまだしてるんでしょ、本当に。F1 とかまだしてるんですか。それとも、それが嘘で、そのニュースを流して、出演者の人たちは、嬉しそうな気分になってます。相手が怒ってるのを見て、自分たちは絶対安全圏にいて。テレビに向かって言った時に、音声がしっかりと届いてる時と喋ってる内容通りにね、全然届いてない時あるんですよ。で、全然届いてない時、もうヘラ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 笑ってますよ。その時に、これだけずっと、生活保護という立場で頑張ってきた人間が、どんな気持ちになるか考えてみたことあります？金もらってるの誰って、イカサマしてた人たち。詐欺師。この世の中どうなるかってもう分かるじゃない。まともに稼働するわけないじゃない、こんな世の中。絶対滅ぶよ。どうにかしようとする人間はほとんどいないんだから、世の中。もう正直この間の試合も疑い始めてる。日本人選手前半はあれだけ押していたのに、後半手抜いてた。本当は勝ちに行ってました、選手の人たち。それで淡井圭介にお金払わなくてもいいような形にしようとしました。もともと工業だからとか、そんな形で。手に負えない、こんな社会。多分僕はお金も持ったら、その訴訟費用とかあんまり気にしなくて、いろんな裁判し始めた時に、本当に法廷開かれたら困る人たちはいっぱいいるわけで、そこで間違った判断を裁判官がすると、社会全体をもっと困った判断に、困った未来につながります。みんなずっとこの調子。例えば、食中毒とかで保健所に電話かけて、折り返し電話かけますって言ってた昨年の11月の女性、まだ僕に電話かけてこない。昔もこれ、保健所の実態。真面目に働いてない。向こうもどうしたらいいか分かんない。以上です。